今日はどういったご用件で？最近この辺りで強盗や空き巣が頻繁に発生しておりまして、その注意喚起に回っております。そうですか、ご苦労様です。どの事件も犯行時間が短く、まるで金庫や家人が寝ている寝室の位置を最初から把握しているような手口なんですよ。なるほど。何かそういった情報が出回っているとかあるんですかね？さあどうでしょう。聞いたことはないですね。お力になれなくてすみません。そうですか、お時間いただきありがとうございました。何かありましたら遠慮なくご一報を。そうそう、くれぐれもお気をつけくださいね。あまり派手にやられるとこちらもいろいろと面倒なことになりますので。金庫の場所を把握している叩きか。確実に闇名簿を使ってるのは間違いない。一般家庭だけじゃなく、特殊詐欺グループや高級キャバ嬢宅、裏 F 店なんかもやられてる。同業にまで手を出す共食いのやり方はクズリが関わっているかもしれないわね。ユキナさん、お久しぶりです。松尾さん、元気だった？私は元気ですよ。またフィリピンに遊びに来てください。で、今日はどうしたの？ちょっとユキナさんの耳に入れておきたいことがあります。少し前にハルカスさんがフィリピンの刑務所を出所しました。ハルカが？かなりの額の賄賂を支払ったようです。そんな金どこから？どうやら日本人の男が払ったと噂ですね。名前は確かクズリとか。クズリが？わざわざハルカを出所させた？気をつけてください。ハルカさんはユキノさんをかなり恨んでるはずです。松尾さん、いい情報ありがとう。俺はすぐ送金するわ。はるかは特殊詐欺でアポ電や名簿にも詳しい。クズリがわざわざはるかを出所させたのは闇名簿を作らせるためだとしたら、うまくやればクズリの居場所がわかるかもしれない。これは調べてみる価値がありそうね。闇バイトに潜入しろ？そう、最近闇名簿を使った強盗が多発してる。調べたところ、私の知ってる名前が関わっていた。そいつらは私たちの商売の邪魔になる。潜入して情報を流してほしいの。情報を流してどうするんですか？もちろん潰すわよ。それもしバレたらヤバいですよね。ヤバいわね。相手も私のことを知っているから、私の名前は出さないこと。そして闇バイトに関わりがあることも隠してね。私ヤバいの嫌なんですけど。前回の損害が200万近く、必ず補填してもらうって言ったわよね。そんな。心配しなくてもいいわ。もし何かあったら逃げていいから。何かあったら遅くないですか？マリカちゃんは運がいいから大丈夫よ。やります。やればいいんですよね。ところで闇名簿って何です？前にギバさんから買った名簿とは違うんですかね？あれも闇名簿に近いものだけど、今教えて変に知識がつくより知らない方が怪しまれない。闇名簿についてははるかに教えてもらいなさいな。はるか？かつての仲間、そして私が最初に潰した敵よ。マリカです。よろしくお願いします。マリカちゃん、よろしく。私はいくつかの闇バイトに応募して当たりを引いた。いや、ハズレなのかな。闇バイトは初めて？はい、初めてなので不安で。そんなに緊張しなくていいのよ、私が教えてあげるから。違う意味で緊張してるんですけど。私たちが扱っているのは闇名簿。まあ知ってるわけないよね。はい、とりあえず完成品でも見てもらえば少しは理解できるかもね。それは名前、年齢、職業、住所、電話番号、家族構成、預金額、タンス預金の有無などが詳細に印刷されたリストだった。何ですかこれ。
名前とか電話番号だけじゃなく、預金の状況や借金の額まで。こっちはグーグルガイアの地図画像、寝室とか金庫の位置が書いてある。どう？すごいでしょ。こんなに詳しくわかるもんなんですか？わかるわよ。いくつかやり方があって、それを組み合わせたりして情報の精度を高めるの。闇名簿を作るにはいくつかやり方があるけど、まず自動音声サービスのアンケートを使う方法。あらかじめ作った家族構成や年収などの質問を電話番号に一斉に発信。自動音声サービスは企業アンケートや世論調査で使われていることも多いから、正式な調査だと勘違いした間抜けがバカ正直に答えてくれる。これは手間もかからないし、大量のデータが取れるから効率がいいわ。次の方法は買い取り。買い取りですか？文字通り個人情報を買い取るのよ。高額納税者、高級百貨店の外商顧客リスト、社員名簿、町内会の名簿なんかも売りに来るわね。個人情報を売りに来る人がいるんですか？いるわよ、たくさん。税務署職員や百貨店の従業員、会社役員の息子が父親のパソコンからデータを盗んで持ってきたり、消防隊員が災害時に支援がいる老人の名簿を売って捕まった事件もあったわね。金欲しさにそういうことをやる人間は多いんだって。怖いですね、人間不信になりそう。こんな感じで集めた個人情報をリスト化して、今度はデータの精度を高めていく作業。ここから先がマリカちゃんたちアルバイトの出番よ。リストの電話番号に電話して。もしもし。お忙しいところすみません、世論調査のアンケートにご協力いただけますでしょうか？アンケートや世論調査を装う。ご主人様はご在宅ですか？いいえ、私は独身です。起床時間はいつも何時頃でしょう？6時には起きるかしら。では就寝時間は？22時には寝ちゃうわ。こういう質問をいくつかして、家族構成や生活パターンなんかを聞き出す。老後に備えて投資などはしていらっしゃいますでしょうか？私そういったことは全然わからなくて。例えば100万円の投資を勧められたらどう思われます？100万円くらいなら。この答えでわかるのは、100万がターゲットにとって高いか安いか。100万円出せるならそれ以上の貯蓄があるということだからね。ご協力ありがとうございました。終わりました。話した感じはどうだった？素直に答えてくれましたし、穏やかな人でしたね。いいじゃない、そういう人間は襲いやすいのよ。性格、資産額、家族構成、生活パターン、そういう情報を追加していけば、より詳細な個人情報のデータが出来上がる。これが闇名簿の作り方よ。これで完成なんですか？いいえ、私たちが作ってるのは叩き用の闇名簿だから、現場を下見に行って防犯カメラの有無や侵入・逃走の経路を確認する時もある。少しでもリスクを減らすためよ。なるほど、すごいですね。マリカちゃん、今日もよろしくね。はい。普通に闇バイトしてるだけじゃ潜入した意味がないじゃない。何か情報を引き出さなきゃ。はるかさんって裏の仕事して長いんですか？そうね、前は特殊詐欺やってて、しばらくフィリピンの刑務所に入ってた。フィリピンの刑務所？フィリピンの刑務所は地獄だったわ。この目はね、刑務所でリンチにあって潰されたのよ。それもこれも全部あの女ユキノのせい。必ず復讐してやるんだから。ユキノ？ああ、私たちと同じ裏の道具や冷酷非情、仲間を平気で売るクソ女。私はあいつにはめられて逮捕されたんだから。へえ、そのユキノって女最悪ですね。性格悪すぎじゃないですか。わかる？なんか気取ってる感じがムカつきます。そう、そうなのよ。マリカちゃんよくわかってるじゃない。そりゃよく知ってますからね。私たち仲良くなれそうで嬉しい。あ、そうだ、
今度私の上役に紹介してあげる。どんな人なんですか？クズリさんはやばいよ。裏社会のいろんなビジネスやってて相当儲けてる。クズリ、前にギバって人が言ってた名前。マリカちゃんなら絶対気に入られると思うよ。大事な話って？はるかさんにそのうちクズリに合わせてやるって言われました。やっぱりクズリが裏で糸を引いてたのね。私どうしたらいいですか？そのまま潜入を続けてクズリの居場所を突き止めてほしい。できる？わかりました。わかってると思うけど、私の名前は絶対に出さないこと。明日からは私とのやり取りや連絡先を全て消去したコピースマホを持って行って。そこまでですか？そこまでしても安心できない。クズリは恐ろしい相手なの。あの、ユキノさんとクズリの関係って何なんです？どうして探してるんですか？それはもう私にも知る権利はあると思うんです。そうね、話しておいた方がいいかもしれない。クズリは私に裏社会での生き方を教えてくれた人。そして私を裏社会でしか生きられないようにした両親の仇。葵ユキノは両親と私の人生をめちゃくちゃにしたクズリに復讐するために生きている。そうだったんですね。私の支援にマリカちゃんを付き合わせてごめんなさい。いえ、ユキノさんに拾われなかったら今頃私はどうなっていたか分かりませんから。マリカちゃん、二人でクズリをやっつけちゃいましょう。頼りにしてるわ。マリカちゃん、かけ子にバイト代払っといて。1人3万。あれ、バイト代って5万じゃないんですか？あー、いいのいいの、手数料とかなんとか適当に言っといて。どうせ個人情報は抑えてるし逆らえないんだから。はあ、なんかせこいっていうかずるいなあこの人。ユキノさんにはめられたのも自業自得なんじゃ。マリカちゃん、また名簿の買い取り行ってきてくんない？どんな人ですか？企業系の顧客名簿を売りたいってバカ。わかりました。あ、ついでにコンビニでアイス買ってきてよ、限定のやつ。あとポテチのコンソメ味と。ユキノさんとは別の意味で人使いが荒いな。遅いな。最近派手にやってる名簿屋はてめえか？なんですか？これはこれは、半グレ潰しの汚れ仕事であなたに会えるとは運がいい。マムシさん、こんな顔になった私に気づいてくださるとは嬉しいですね。どうしたんですか？その怪我は。ベトナムで地雷を踏まされたんですよ。地雷？聞いた話じゃ地雷の死亡率は1/2、超反爆地は極道の性分。おかげで片足は吹き飛びましたが、私を殺すには物足りないですね。名前の通りしぶといたちなもので。どうしてそんなことに？これはあなたのボスが描いた絵図じゃないんですか？私をはめたのはユキノかと聞いてるんですよ。私は何も知りません。まあ使い捨ての駒に過ぎないあなたが知らなくても無理はないが、タイミングが良すぎるんですよ。私に消えて欲しかったのは誰と誰か。ギバとユキノが繋がってることは確認済みです。こんな体にされた礼をしなきゃなりません。ユキノの居場所を教えてください。拷問で吐くか、素直に案内するか、選んでもらって構いませんよ。知らない。おっと、知らない場合はあなたをユキノへの見せしめに使わせていただきます。生首でユキノと対面することになりますよ。ユキノさん、ごめんなさい。わかりました、案内します。ここにいるはずです。ことが終わるまでこのお嬢さんが逃げないよう見張っておきなさい。はい。おかえり。なんだお前ら。
お名前だけは伺っておりましたが、お初にお目にかかります。ユキノさん、あなたのおかげで顔に箔がつきましたよ。は？ユキノ？不愉快な人違いしてんじゃねえよ。気持ち悪い面しやがってこの化け物が。しらを切って逃げようったってそうはいきません。闇名簿を扱うような道具屋がその辺に何人もいるわけがないでしょ。だから私は違うって言ってんだろ。言葉も通じねえのか。あ、うるさい。てめえの声は尺に触る。今すぐ切り捨てなきゃ気が済まねえ。終わりました。こいつはどうします。残ったトカゲの尻尾に用はありません。私の気が変わらないうちに消えなさい。助かった。マヌが生きていたなんて。私の確認不足だったわ。ユキノさん、ごめんなさい。ハルカさんからクズリの情報聞き出せませんでした。いいのよ、マリカちゃんが無事ならそれで。でももう少しだったのに。大丈夫、チャンスはいつかまた来る。必ずね。それまでは刃を研いで待っているわ。チャンネル登録はもうしてくれた？よかったら他の動画も見てみてね。動画の感想もコメント欄で待ってる。